どうも、ノンスタレニオです。シキンということで、今回は勝手にランキング。さあ、目の前に、お水を用意しましたけれども、いろんなメーカーから出ているミネラルウォーター、こちらの味の順位をつけたいなと思っております。で、こちらがまずエビアンで、イロハス、南アルプスの天然水、そしてこちらがおいしい水、そして我が家で購入しているウォーターサーバーのお水、だからこちらの水は普段毎日飲んでます。まあ僕の中ではだから正直このお水が1位であってほしい、もう毎月ウォーターサーバーこう届きますから、逆にこれが1位じゃなかったらちょっと契約を変えざるを得ないかもしれない。それぐらいのこれは大きい勝負になりますので、よくでも楽屋とかで入ってるのはイロハスが一番多いですかね。イロハス多いな。多いですよね。イロハスね、イロハスが多いし、なんかちょっとあのこじゃれた仕事、モデルさんとかが多めの仕事はエビアンが多い。わかります。だから量的に言うとやっぱエビアンが一番美味しくあってほしいね。そうですね。コスパで言うと、だってここ量多いから。まあ、ここに優劣がつくのかどうなのか、これも僕の個人的な好みですので。これなんか軟水とか硬水ってあるんでしたっけ。硬度 30mg、 硬度 30mg、 硬度 27mg、 硬度 304mg。 じゃあ10倍ぐらいの硬水、硬さ、硬さ、それ分かるやろ、さすがに。エビアンは分かりそうですね、うん。じゃあ今回はこれあのウォーターサーバーで入れたお水なんで、残りのこの4種類は同じグラスのものを用意して、それに注いで飲ませていただきます。家のウォーターサーバーの水とは違うし、柔らかい、口当たりが柔らかい、イロハスあたりかなと思って。あ、うん、それほど柔らかいですか。うん、うわ、若干違う味が。なんかこっちさっきのんと比べると、分かりやすく言うとこっちは味があるわ。ほう、これエビアンか。うん、なんか口の中に入れた時に存在感というか、僕はここにいるんですみたいなアピールすごいもん。甘みあるぞ。絶対軟水で、一番の軟水よりもほんのり甘みがある感じするな。おいしい、全部おいしいねんけど、難しい。これか、俺普段飲んでんの家のウォーターサーバー。一番に近い。うわ、お前ウォーターサーバーっぽいな。こいつウォーターサーバーちゃうか。これも軽いね。ほんと一番と同じ、飲みやすさ重視、口に残らない。これは3に似てる。1と4が似てて、3と5が似てんねん。ってことは2番目が絶対に香水やわ。2番目がエビやん、これ間違いないわ。
どうでした？やっぱこの軟水硬水があるから、この目隠しして味覚に集中した状態で飲むと、若干やっぱり口の中に入れる時の柔らかさ硬さがあるような感じがすんねん。で、俺は個人的にやけど軟水の方が好きなのよ、硬水よりも。今回のラインナップの中ではイロハスが一番、硬的には一番軟水やから、一番が俺イロハスやと思ってる。はい。で、4番が家のウォーターサーバー。はい。で、3とこがね、これ難しかった。もうほんま一緒、うん、どっちかが天然水、どっちかが美味しい水。で、2番が香水のエビアン。俺の予想はこれやな。それを踏まえて順位をつけると、これ軟水の方が好きやから、香水っぽかったエビアンが5番目。はい。で、3番目と5番目が悩むねんけど、なんか味わいの好み的には最後に飲んだ5番目が4位、はい、で3番目に飲んだものが3位、はい、でこの1との4が非常に似ててんな。でもやっぱ俺、おそらく4番目に飲んだものがおうちのウォーターサーバーやと思うねん、はい、で美味しかった。だから2位が1番目、1位は4番目のおうちのウォーターサーバー。いいですか。はい、じゃあ開けてください。右手側から1番目順番出ます。いきます。え、全然違うやん。え、全然違うやん。え、イロハス。はい、井上さんが選んだ1位はエビアンです。で、俺は個人的にやけど軟水の方が好きなのよ、硬水よりも。で、一番嫌いだっておっしゃってたのがご自宅にある2番目のウォーターサーバーです。最悪や。全然ちゃうやん。家のウォーターサーバー解約やな、こうなったら。え、それ分かって俺ちょっと飲んでいい？いや、美味しい。硬くないですか？うちのがもうカッチカチやったから。うちのウォーターサーバーがもう香水なんですかね、じゃあ。藤竹のかもな。目隠しして初めてこうやって飲み比べて家のウォーターサーバーが香水やってことが分かったわ。勉強になりました。ほんとなんか偉そうに言ってすいませんでした。一つ分かったことは、うちのウォーターサーバーが今のところ最下位でした。